どうも、あきです。パープルアプリやっていきましょう。今回はこのパープルアプリに激アツな更新がたくさんやってきましたので、そちらについていろいろとお話ししていきたいなと思います。そしてですね、本日は午前中にサクセス動画も1本更新しておりますので、まだそちらの動画見てなかったよっていう方はぜひともそちらの動画もご覧ください。フリート高校で先発エースを更新しまして、一応チームランクも PG3 に乗ったということで、まあさらにチームランク伸ばしていけるように頑張っていきたいなと思っています。まあそうですね、個人的な9月の目標がこの PG3 に乗せることだったので、9月9日の段階でこの目標を達成してしまったというところで、まあ目標修正しまして PG4 今月中に目指していければいいなと思っています。ということで、今日いろいろとお知らせが更新されましたので見ていきましょう。まあ、今後このチームランクを伸ばすというところで言っても、今回のお知らせ、まあ、更新はかなり豪華だと思いますので、まあ、いろいろと見ていきたいなと思います。まず1つ目、パワフル野球版が開催中ということで、まあ、報酬もしっかりありますので進めていきましょうというところですね。まあ、この中だと特にオクタビアの PR とかは結構嬉しい方多いんじゃないかなと思います。まあ、投手最近作る上で本当にオクタビアはもう最優先というところでね、必須級キャラクターになっているかなと思います。で、続きまして今日ガチャ更新が2つございまして、1つ目が内野手育成応援ガチャですね。で、2つ目が、保守育成応援ガチャということで、来ております。で、これいいなと思ったのが、内野手の方が3回目は例えば黒江の SR 以上が確定で、4回目だと岸田の SR 以上で、5回目だと、という感じで、まあ、キャラクターによって、どんどんですね、何回目でこのキャラクターが確定といった形で、ガチャがやってきております。まあ、ということでバナー内キャラクターから確定とかでも大体3人5人とかっていうところから、選ばれてくるので、この形だと、ああちょうど今クロエだけあと1回解放したかったんだよなっていう方にとってはすごいピンポイントでいいガチャになると思うので、まあ、この形で来てくれた方が個人的に嬉しいかなと思っています。で、保守の方も来ましたね。で、ここからいろいろと確認していきたいところもあるんですが、ですね、この起用ボーナスと165キロ以上の球速が選手総合力に与えるポイントのバランス調整についてということで、まあ、要するに165キロ以上の球速が査定が上がりましたよというお話でございます。さらにですね、球界の頭脳、新球界の頭脳をキャッチャーにつけているとさらに査定が上がるということで、まあ、そんなタイミングもあってこの補修、応援のガチャなんかも来ているのかななんても思います。で、結構上がったみたいなので、まあ本当に今まで球速あんまり165キロ以上上げる美味しさがなかったのが、まあ、美味しいなと思える部分が増えたりだとかですね、まあ、キャッチャーに新球界の頭脳、球界の頭脳っていうところも良くなったよということで、ちょっと個人的にまた補修デッキを作っていきたいですね。特にまあフリート高校の場合はもうほとんど、まあ今のところ1キャラクター、2キャラクター最後どうしようかなというところはあるんですが、まあ割と形が固まってきているんですが、ここでちょっとまた新球界の頭脳を取るデッキなんていうのも作っていきたいななんて思っているので、まあ今回いろいろ更新が来ましたので、それに伴ったサクセスをちょっと今週中はやっていきたいなと思っております。そんな感じですね。はい、ということで今回何よりもう一番大きかったのはこの2つだと思っておりまして、まず1つ目が新特殊能力、いわゆる二次特ですね、が1つ追加されましたよということで、今回追加されたのがこちら、はい、新アンダ製造機でございます。まあ、新アーティストがもう来ておりましたので、アンダ製造機も来てほしいなというところだったんですが、このタイミングでやってきましたという形ですね。で、なんと言いましても今フリート高校で野手を育成する際に、まあ、沖野というキャラクターは、まあ、ほぼ必須級に入ってくるキャラクターだと思うんですが、その沖野がアーティストかアンダ製造機を選ぶことができるので、これでデッキによって、まあ、どちらでも取ってもいいと。新アーティスト、今まではまあ基本的に新アーティストを取るというところを前提にデッキを組んでいたんですが、新アンダ製造機という方でも大丈夫になりましたということで、これはフリート高校のデッキの幅がかなり広がったかなと思います。まあもちろんフリート高校以外もですが、特に今流行りのフリート高校というところで言うと非常に嬉しいんじゃないかなと思っています。ただ、問題点というか考慮すべき点が2点ありまして、まず1点目がそもそもアベレージヒッター、ごめんなさい、アンダ製造機ですね、こちらを教えてくれるキャラクターがあまり多くないというところと、まあ、そんなに正直強いキャラがいないというところでございます。ちょっと野手でアンダ製造機を教えてくれるキャラクターを今一度確認しておきたいんですが、滝本、ちーちゃん、友沢、春市、そしてしどれみで、あとは、まあ、沖野、という形になりますと。あと一応、あれかな、コンボで犬川と猫神とかのコンボも、まあでもそれは使わないでしょうということで、はい、まあ今挙げたキャラクターになるんですが、なかなかこう厳しい
ラインナップではあるのかなと思っています。まあちーちゃんの覚醒もありますし、そこ50とかできればもちろん強いと思いますし、まああとはシドレミですね。まあこの中だとシドレミの50が強いかなと個人的に思います。でまあ今回そんなあれがありまして、まあフレンド枠あんまり見せない方がいいのか、フレンドさんがシドレミ50にリーダー変えてらっしゃった方とかもいらっしゃるので、ちょっとそれをお借りしてみて、新そうですね、アンダー製造機という方を取るサクセスもやってみたいんですが、これが2点目でありまして、まあ、アーティストを教えてくれるキャラクターが最近非常に強いというところですね。まあ、もちろん沖野が筋力キャラでそこに合わせやすいっていうのもあるんですけど、そっちを考慮すると、まあ、まだ時代的には新アーティストを取る時代なのかなとは思っています。まあ、ただですね、TJS でどういう発表がされるのか分かんないんですけど、まあ、間違いなくダイヤのエースとの第3期コラボ、まあ、第3、第4かなというコラボがやってくると思っていまして、まあ、春市とかも強化だったり覚醒っていうのもあると思いますし、うん、なんかここに春市が含まれてるっていうのがちょっと個人的にあるんじゃないかなと思いました。あとは友沢、まあ、昨今のイベントでも配られたりもしましたが、そろそろ友沢に覚醒がつきそうなので、ただ激闘をね皆さん育っているんじゃないかなと思うんですよね。はい、というところもあるんですけど、なんか友沢にね覚醒がつきそうな気が、もう割と近いうちにつきそうな気が個人的にしています。コナミさんの公式イベントとか出させていただいておりますが、この辺の裏情報は一切聞いておりません。もちろん当たり前ですが、聞いていたとしても多分話さないと思いますし、一切それはもちろん聞いておりませんと、いうことで、本当にこれはもう個人的な勝手な予想ではあるんですが、友沢に覚醒がつくんじゃないかななんて思っています。なのでその友沢が覚醒ついて PSR50 友沢でアンダー製造機取っためっちゃ強いみたいな時代がなんか来そうな気がしますね。はい、ということで、友沢の SR はたくさん持ってるので、 PSR 通常友沢もまあ選択ガチャ券とかでも選ぶことができると思うんですけど、個人的に50もいけるので、まあただちょっと覚醒のアイテムがね今ちょっとこの間風なきで尽きちゃったんですけど、まあちょっとまたしっかり集めていきたいなというところですね。でそんなところで、そのアーティストを教えてくれるキャラクターで本日から覚醒可能になったキャラクターがいまして、それがですねこちら、どっかに載ってるかな、七井アレプトでございます。はい、七井アレプトが本日から覚醒可能になりました。で昨日もですねちょうどミオちゃんを使ったサクセス動画を上げていたんですが、まあ結構マイベ筋力というところで、まあアーティスト枠、作ってる方が多いんじゃないかなと思います。アレフトはちょうどその、マイベの筋力キャラでございまして、アーティストを教えてくれると。で、今回ついた覚醒が、SR で、練習経験点 30% ですね。で、PSR だとミートの上限がさらに4つということで、これはね、さすがに強すぎるなというところですね。まあ、練習効果アップ 30% というのは、もうこのパワープルアプリでは、もう周知のめちゃめちゃ強い、ボーナスでもございますし、あとはミートの上限アップ4つというのは、まあそうですね、ミートの上限アップ2と合わせて106まで持っていって査定を上げることもできますし、まあもしくはまあミートキャラ、ミートの上限アップのキャラクターをのけるという選択肢も出てきますし、めちゃめちゃいいですよね。まあ多分106を使う方が多いと思うんですけど、もしアレフトの50を自分が持っていれば間違いなく、今までアカソニア とミオちゃんを使っていたその枠に関してはアカソニアになるなというふうに思っていますが、僕はちょっと PSR を持っていなかったので、まあ選択ガチャ券で取ろうと思えば取れるんですが、まあ解放も SR45 と SR1 枚しか持ってなかったので、まあできないということで、個人的に自前で用意することはできないんですが、ちょっとまあいろいろとやりまして、マリナの解放をプラス5まで進めてきました。 SR プラス5まで進めてきたので、まあ今後フレンド枠でもしフレンドさん50にされてリーダーにされた方いらっしゃったら、まあお借りしてもいいのかななんて思う強さになったなというか、まあ、多分そうするのが一番強いとおそらく思われる、7位アレプトになったかなと思っています。ということで、いやー今日はね豪華です。本当にアレプトっていうもう超一線級のキャラクターが誕生した日でもありますし、まあ新アンダー製造機という新たなルートもできましたと。そして今後なので新アンダー製造機ができたので、間違いなく、まあ、アレプトはもう新アーティストのために覚醒されたようなものだと思うので、まあ友沢とかそういうキャラクターがこう、この新アンダー製造機に合わせて覚醒だったり強化されていくんじゃないかなと個人的に予想しているというところですね。はい、ということで、まあ、今日はかなり豪華な一日だったよということで、まあ本当個人的にちょっと色々とサクセスでまたやってみたいなと思っております。でもし7位アレフトフル覚醒できたよなんていう方いらっしゃいましたら、
お貸しいただけるよという方いらっしゃいましたら非常に嬉しいです。今回コメント欄の方に ID を書いておきますので、もしよろしければ申請いただけると嬉しいです。まあそれ以外の方もですね、特に風投げレベル20、ごめんなさいレベル50フル覚醒ってなかなかいないと思うので、普通に視聴者さんで風投げ借りて天才燃やしたいという方いらっしゃいましたら Twitter とかまでご連絡いただければお貸し出しいたしますので、ぜひぜひお声掛けください。ということで、ちょっといろいろとまた試したいデッキがたくさんできたので、早速この後サクセス動画撮って明日もね公開していきたいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。